黄金の腕は、流星騎団、押川俊郎。1、伯爵の別荘。流星の飛ぶのを見るのは、あまり気味の良いものではない。シーンとした真夜中頃、青い光がスーッと天空から落ちてくる有様は、あたかも一玉でも飛んできたよう。それが目に行った瞬間は、誰でもはっと思い、流星の落ちたとおぼしき寂しき場所へは、よほどの勇士でも、どうも恐ろしくて行きかねるということだ。しかるにこの流星に関し、花のように美しい一人の少女が、世にも面白い手柄を立てた話がある。ところは英国のある海岸に、一軒の立派な家がある。これは老貴族松波伯爵の別荘で、伯爵はごく愉快な人物。それに身人の娘があって、いずれも絶世の美人と評判が高い。頃は12月31日の夜、明日はお正月という前晩だが、何不自由なき貴族のこととて、年の暮れにてんてこまいするようなことはない。一家は数日以前からこの別荘に来て、今宵も身人の娘は先ほどより、ストーブの盛んに燃える父伯爵の居間に集まり、いろいろ面白い談話にふけっておる。その面白い談話というのは、物好きな娘たちがしきりに聞きたがる、妖怪談や幽霊物語の類で、話しかみての伯爵が、手を振り声を潜め眼を丸くして、古城で変な足音の聞えたことや、深林に怪しびの現れたことなど、それからそれへと巧みに語るので、娘たちは怖ければ怖いほど面白く、だんだん夜の更けるのも知らずにおった。すると指示たちまち部屋の戸がスーッと開いて、入ってきたのは四家の老家婦で、うやうやしく伯爵の前に頭を下げ、殿様に申し上げます。ただいまのれなる品物が、ロンドンの玉村公爵家より到着いたしてございます。と、一個の綺麗な小箱をテーブルの上に乗せて立ち去った。玉村公爵とは松波伯爵の兄くんで、身人の娘にはおじ気味に当たっておる。よほど面白い人で、時々いろいろ物好きなことをする。伯爵は公爵の送ってきた箱を開けてみて、まあ、非常に綺麗な腕輪が入っている。と、ダイヤモンドや真珠の散りばめてある、一個の高貴散乱たる黄金の腕輪を取り出した。一番年上の娘は、すぐにそれを父伯爵の手から借りてみて、まあ、なんという綺麗な腕輪でしょう。これではきっとおじさまから、私に送ってくださったのですよ。といえば、二番目の娘は横合いから覗き込んで、いいえ、おじさまと私と大の仲良しですもの、めかけに送ってくださったに相違はありません。と争う、二番目の娘はその名をつゆこと言う。身人の中でも一番美しく、日頃からごくく温順な少女なので、指示も決して争うようなことはせず、黙って腕輪を眺めている。父伯爵は微笑を浮かべて、いや待て、腕輪は一つで、娘は身人、誰に送るのかわからぬ、何か書きつけでも入っているだろう、と。なおよく箱の中を調べてみると、果たして玉村公爵自筆の短い書面が出た。伯爵は手に取ってそれを読み下せば、1、この腕輪は、玉村公爵家に、祖先より伝われる名誉ある宝物なり、新年の贈り物にと確かに示す。ただし一個の外はなければ、身人の霊場のうち、この年の暮れに、最も勇ましき振る舞いをなせし人、この腕輪を解くべき権利あり、思考してし腕輪を得し人は、
同時にさらに多くの宝物を解くべき幸運を有す、と書いてあった。に、ミヒト姫君。おやおやおや、と、一番目の娘と二番目の娘とは顔を見合わせた。伯爵はミヒトの娘の顔を打ち眺め、黄金の腕輪を再び自分の手に取って、玉村公爵は相変わらず面白いことをする人だ。この腕輪は公爵家の祖先テルコ姫という人の用いたもので、世の貴婦人たちの羨む珍品である。これをミヒトの娘のうち、この年の暮れに最も勇ましい振る舞いをした者に与えるという。しかし年の暮れといえば、今日は12月31日の夜、今夜中に誰が一番勇ましいことをするか、わしはそれを試験する役目を帯びている、どんな試験をなさるのです、と、一番目の娘は問うた。さあ、何な試験をしたらよかろう？二番目の娘は父伯爵の顔を見上げ、そしてお父様、玉村公爵のお手紙によると、この黄金の腕輪を得た者は、同時にさらに多くの宝物を解くべき幸運を有すと書いてありますが、その宝物とは何なものでしょう。どんなものかは、それは後でわかるだろう。とにかくわしは今、しきりに今夜の試験方法を考えているのだ。と、快活なる伯爵は小首を傾けて、じっと窓から外を眺めている。何うもその様子が何にだか意味ありきなので、ミヒトの娘も眼をあげて、窓のガラスを通して外を眺めると、今夜はおぼろ月夜であるが、すでに夜は更けて天地万物眠れるごとく、遥か彼方の森林では、フクロウの鳴く声も聞こえ、実にものすごいほど静かな有様である。途端、一同は思わずハッとした様子。それはなぜかというに、今しも不意に一つの大きな流星が空中に現れ、青い光は東から西へ人玉のごとく飛んで、かのフクロウの鳴いている森林の辺ですーと消えてしまったのを見たからだ。まあなんという大きな流星でしょう。と、一番目の娘も二番目の娘も目を丸くして叫んだ。するとのれを見た伯爵は、たちまち何か考え出した様子で、おお、面白い試験方法が胸に浮かんだ。なんな試験方法です。他でもない。あの流星というものは何人だか気味の悪いもので、それが落ちたとおぼしき場所へは、よほどの勇士でもその世すぐに行くのは嫌がるという。そうして昔からの言い伝えにも、流星の消えた場所には何か不思議なものが落ちていると言われている。それは本当か嘘かわからぬが、とにかく今あの寂しい森林の中へは流星が落ちた。そなたらはまだあの森林の中へ入ったことはあるまいが、随分変わった場所だから、誰でも今夜あの森林を一番奥まで探検して、果たしてそんな不思議なものが落ちているか否か、もっとも正確に林中の模様をわしに報告したものをば、今夜一番勇ましい振る舞いをしたものと認め、私は玉村公爵に代わりこの腕輪を与えることとしよう。まあ嫌な試験方法ですこと、と、一番目の娘も二番目の娘も叫んだ。嫌なら仕方がない。権利を放棄するまでさ、その代わりし腕輪をもらう字はできないぞ。腕輪のもらえぬのは平行である。それなら参りましょう。と二人とも答えた。伯爵は二番目の娘のつゆ子に向かって、つゆ子、そなたは何うじゃ？つゆ子は指示初めて口を開き、はい、私何人だか怖いように思いますけど、アフ様のおっしゃることなら参りましょう。かくて相談は決まり、
ミヒトの娘は一人ずつ幽霊の落ちた森林を探検することとなった。まず一番先に出かけたのは一番目の娘であったが、ただ一人小さい格闘を下げて家を出ると、おぼろ月夜に風寒く、家を離れれば離れるほどあたりは寂しくなって、やがて森林のそばまで来てみれば、林中は枕で何人だか化け物でも潜んでいるよう、何をしても踏み込んで探検する気にはなれず、一歩進んでは二歩退き、二歩進んでは三歩退き、その間に一人思うには、林中には立ち木と草のあるばかり、幽霊がここで消えたとて何人の不思議なものが落ちているものか、物好きにこんな気味の悪い森林に入るよりはこのままここから家に帰り、アフ様に林中のありさまを問われたら、森林を残るくまなく探検しましたが、ただだ立ち木と草のあるばかりで、不思議なものは少しも見えませんかったと答えよう。こちらがよほど利口であると、娘のくせにずるいことを考え、来る時の足の遅さとは反対に、飛ぶ様に家に帰ってきた。次に行ったのは二番目の娘であったが、し娘は姉様よりさらに臆病なので、森林の側まで行くか行かぬに早身震いがし、やはり姉様と同じような狡猾いことを考え、一目散に家に帰ってきた。三、幽霊の落とし物。今度は二番目の娘つゆ子の番である。つゆ子とて年若き娘の身の、何人で夜の恐ろしさを、感じずにはいよう。けれど彼女はごく正直な性質なので、一旦父気味に森林を探検してくると約束した以上は、たとえ命を取られてもその約束を果たさねばならぬと思い、森林のそばまで来た時は夜もかれこれ12時に近く、林中には相変わらずフクロウの鳴き声も聞こえて、そのものすごいことは限りもなかったが、つゆ子は夜を決して真っ暗な林中に入っていった。入ってみると、歩行もさほど困難ではなく、枯れ目は何人でも約束通り探検を果たそうと思う一心に小さな格闘の光に道を照してかなたこなたと歩いているうちに森林の入り口からおよそ四五丁も来たとおぼしき頃、前方にあたり一個の驚くべきものを発見した。それは地上三尺ばかりのところに、一点の青い光が幽霊火のごとく輝いているのである。つゆ子はぎょっとして立ち止まった。今頃この寂しい林中に、あんな光の灯っているはずはない。実に不思議千万である。いや不思議なばかりではなく、誰でも恐ろしく思うだろう。つゆ子はもうここから逃げ帰ろうかと考えたけれど、それでは十分に探検したものと言われない。枯れ目はこの場合にも父気味との約束を胸に浮かべ、妖怪であれ幽霊であれ、ぜひその正体を見届けねばならぬと決心し、静かに歩んでかの青い光のすぐ側に行ってみると、さらに意外である、幽霊人見えたのはそんな恐ろしいものではなく、一個の青色玉ひがきの枝に吊るしてあり、その真下の地面には、青い光に照されて、一尺四方ばかりの奇妙な箱が置いてあった。おや不思議だこと、さっきの幽霊がこんなものを落としていったのではありますまいか。不思議といえばし箱こそまことに不思議なもの、持って帰ってお父様にご覧に入れましょう。と。つゆ子はその箱を持ち上げてみると非常に重かったけれど、それを両手に抱えて家に帰ってきた。ミヒトの娘がことごとく帰ってきたので、父伯爵は一同その居間に呼び、まず一番目の娘に向かい、そなたは森林を探検して、何も不思議なものを見なかったか、
例えば、一番目の娘は澄ました顔で、はい、林中には立ち木と草のあるばかりで、くまなく探検しても少しも不思議なものは見えませんかった、と答えた。二番目の娘も同じように答えた。すると伯爵は二番目の娘に向かい、そなたもやはり不思議なものを見なかったか、と言うと、二番目の娘つゆ子は、携えてきた彼の奇妙な箱を部屋の隅から持ち出し、アフ様、不思議と言えば不思議でしょう。こんな箱が森林の中に落ちておりました、と答えた。伯爵はその箱を見、この答えを聞くより、たちまちつゆ子の腕を取って、その腕に玉村公爵から送ってきた腕輪をはめ満面に溢るるばかりの笑みをたたえて、つゆ子こそ最も勇ましき振る舞いをしたものだ。し腕輪は数女のものである。そしてし箱もわしが物好きの玉村公爵の申し込みにより、あの寂しい森林中において、は女など見人のうち、誰が一番勇ましいかを試したもの、公爵の書面に、この腕輪を得し人は、同時にさらに多くの宝物を解くべき幸運を有す、とあったのは、すなわち勇気ある者が、し箱を取ることができるということを意味するのだ。わしは一つし箱を開けてみせよう。これもすべてつゆ子のものである。と言いつつ、ポケットから鍵を取り出してその箱を開けば、中から出てきたのは、金銀宝玉の装飾品数十種、いずれもまばゆきばかりの珍品である。一番目の娘も二番目の娘も、森林を探検し得なかった臆病が露見して真っ赤になった。明日はお正月、つゆ子はどのように楽しいことであろう。